どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは大阪のグルメです。大阪 JR 環状線沿いにあります大正駅近くにあるこちらの焼肉屋さんを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。さて今回お邪魔いたしました JR 環状線の大正駅でございますけれども、こちらから徒歩3分のところにありますこちらの焼肉屋さんの焼肉ホルモン K2 プラスさんにお邪魔いたしました。こちらのお店の特徴はおしゃれでゆっくり楽しめれる焼肉屋さんで、店内は K-POP が常に流れている韓国の雰囲気を漂わせるお店でございます。そしてこちらがこのお店のメニューです。おすすめのメニュー、そして定番のメニュー、さらにはお肉以外にも豆腐にメニューが揃っている印象を受けました。この中から今回はお店の方のおすすめのメニューをいくつか紹介していきます。注文したらまずこちらの生ビールからいただいていきましょう。一口生ビールいただきました。お仕事終わりのビール、とても最高ですよね。まずはじめにはこちらの突き出しに出てきたこの牛すじ煮込みをいただいていきます。からしをつけていただきました。非常にホロホロ肉となっていて美味しいです。続いていただきますのはこちらの大きなお肉です。1枚にカットされたこちらのお肉、このようにくるくると巻いてタレにつけていただいていきます。するとお肉の旨み、さらには口の中に肉汁がじゅわーっと広がる感じがたまらないです。続いては極上の厚切りタンをいただいていきます。大きくカットされたこちらのタンを焼いていただいていきましょう。少しレア気味に焼いてお塩を振っていただいていきます。一口いただきますと非常に食べ応えのあるタンとなっていて、分厚いお肉も非常にグッドです。続いてはこの特徴的なカルビをいただいていきましょう。このくるくると巻かれたカルビを焼いていただいていきます。するとこの脂身の部分と、さらにはこの肉汁がたまらなく美味しいです。このお肉を食べた後には白いご飯をがっつりといただきたい気分となりました。やっぱり焼肉には白いご飯は欠かせないですよね。そして最後には味付けされたこちらのカルビを豪快に焼いていきます。豪快に焼かれたこちらのお肉も頬張りますと、やはり上質なお肉の味がしてとても美味しいです。全体的に上質なお肉を味わえられるこちらのお店にぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!